お父さん。来ないでしょ。お、滑った。流せるか。あ、惜しい。
どうする？真ん中から崩すアイデアがなんか欲しいですね。繋いでるうちに真ん中固められちゃう感じですね。
あ、惜しい。あの足速いんですよ、うんね、うん、すごくいい。あれでだいぶ前からね。そうですね、逆にグロリアがやられて嫌な感じの、ね、後ろからつなぐ時のあのプレスが、なんか想像よりも多分ワンテンポ早く詰められるから結構相手も、ここでなんか完全にペースダウンしちゃうな。お、新たな試み。どうする？どうする？シュート縦に突っかけてこないと相手も怖くないじゃないですか。だ相手もなんか慣れてきちゃうよね。やっぱ突っかけて失敗しても何回も突っかけてくる方が、ここ出たらそのままいける。うん、1番の方が目立たない。てるなぁ。ゴール行っちゃうの。
振りたい。おー、ナイスキー。入っちゃった。なんかどういう形でフィニッシュまで行くかっていうイメージがあればね、開けとくんでしょうけど、とりあえず運んじゃうと多分詰まっちゃって。そういうのも修正できるといいですよね、試合中とかにね。
ああ、しあの今の3年の武器ですよね。あれは。おう、よしよし、やっぱああいう縦のスピード怖いですよね。Yeah!